今日はね、まあ、ちょっと新しいまたコンロ作りました。まあ、燃料はね、まあ、100均でね、ちょっと売ってる固形燃料、これをね、まあ、もう使っていった方がまあ 簡単かなと思って、まあ、家とかでね、まあ、上手に一人でやる場合はね、サラダ油とかロケットストーブとかね、いけるんですけど、まあ手軽にね、簡単にしようと思って。まあ、こういった感じでね、作ってみました。これもここにセットして、蓋。これでちょっと一旦ね、ここの鍋のお湯が沸くかね、テストします。まあ、一旦先火をつけて、これでね、ついたんで、まあ、ちょっとのしてみましょう。乗せたと、まあ、蓋もね、一旦やってみて、まあ、内部でね、燃えてますんで、下はね、空気孔があって、上もちょっと溝とね、穴とつけてますんで、まあ、これでね、ちょっとどうなるか見たいなと思います。この蓋ちょっとまあ開けたりするとね、まあ、空気がよく入ったりとかするかなと思って、まあ、閉めとっても今炎的にはね、変わらないんで、ちょっとこの状態で、まあこれここの溝とね、穴のところのちょっと熱気で、上のね、鍋の部分のちょっと模様がね、ついてきてますんで、こっちの、固形燃料はね、大体20分から23分ってね、書いてますんで、まあ一旦沸かすのはね、これでいけるんじゃないかなと思います。固形燃料をね、使うことでね、結構きれいなね、まあ、状態で使えるなと思って、まあサラダ油とかね、ちょっとやるとちょっと油がね、つきますんで、まあ、用途に応じてね、これがいいなと思う時もあればね、こっちの方が
綺麗にはね、いきますんで。今で4分ぐらい経ったんかな。ちょっと火つけてから、暑くなってますんで、まあ、なんかこんな感じでね、まあ、この固形燃料がね燃え終わったら、まあ、そのアルミのね、あのカップごと取り出して、まずは次のねやつ入れれば、これ参考入りでね110円か100均でね、だからまあ約1時間ぐらいは、炎で使いますんで、うん、だからまあ計算してね、いろんな料理したりとかするのにはちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、今あの鍋でねお湯を沸かしてるんですけど、まあ、ちょっとちっちゃいね、まあ、フライパンとか置けば、まあ肉とかね卵とかも野菜も焼いたりねできますんで、まあ、上のね筒の部分をもっと伸ばしたらね、ロケットストーブみたいにね炎の威力も上げることできるんですけど、まあ、あのちょっと持ち運んだりとか収納することも考えればね、これで十分かなと思います。まあこういうね固形燃料は、まあ、ちょっとなんかあの飲み屋とかね行ったら、まあ一人鍋とか出てきた時にね、まあ、使われてますんで、まあ、このぐらいの量であればね、まあ、肉とかね魚とかも鍋みたいにねすることもできたりとか、まあこれちょっと今蓋はないんですけど、蓋するとねもうちょっと早く沸いたりとかねするんじゃないかなと思います。音もね、なんかええ感じになんか、うん、沸かしてるっていうね、音もしてますんで。
いいかなと思います。こういうのね、ちょっとこれはちょっと作り物なんですけど、まあちょっとね100円ショップとかである商品でね、こういう状態のものが作れるものもね、ちょっと一回探してみたいなと思いますんで、なかなかね普通の人はこんな作れないんで。このぐらい、まあ、やっておけばね、少々の風とかにも対応するんじゃないかなと思います。今で約11分ぐらいね、火つけてから経ってますんで、まあ炎的にはね、このぐらい上がってきてますんで。まあいい感じにね、沸いてきたなと思います。なかなか綺麗にね、燃えてるんで。以上です。